まずは、サンブレイクの正ヒロイン。王国騎士フィオレーネ。お世話になりました。フィオレーネさんは王国騎士の一人で、帝徳ガレアスさんの右腕として活躍してくれる、頼もしい片手剣使いのキャラだよ。エルガドの第一村人ですね。ストーリーでは主人公と共にキュリアによる一連の事件を一緒に追いかけるんだ。ムービーではルナガロンの攻撃をしのいだりと、実力はかなりのものだよ。メルゼナさんのクエストとかでは同行してくれて頼もしいです。そんな頼れる姉子のフィオレーネさんだけど、実は可愛いもの好きというベタベタな設定があるんだ。凛々しい女騎士定番のギャップ萌えです。その様子は公式ツイッターでイラストや短編小説で描かれてるから、フィオレーネファンは必見だよ。絶対見ます。それとフィオレーネさんの足用装備は動きやすいように自分で設計してるんだとか、ぬいぐるみ好きなのでお裁縫が得意なんでしょうか。ちなみに、なりきり重ね着で、フィオレーネさんに完璧になりきれて、マルチではあらゆる武器を使う、フィオレーネコピーが発生してるんだとか、想像すると、ちょっと気持ち悪いですね。続いては、反り込み大好き、帝徳ガレアス。我らが指揮官です。観測拠点エルガドの指揮官だね。見た目通り、有能で寡黙なリーダーだよ。地味だけど、超有能キャラでした。ガイアデルムさんが穴から出てきた時は、的確な指揮で撃退したり、ダンディな見た目に違わない頼もしさがあるね。仕事ができる男です。そんなできる男ガレアスさんの面白さは NPC と協力できる盟友クエストで発揮されるよ。帝徳も緩む時があるんですか。フィオレーネさんと一緒にクエストに行くと今日締め切りの書類を放棄して借りに来たという衝撃の事実が発覚するんだ。夏休みの宿題は出さない派ですか。しかもめちゃくちゃごまかしてるね。意外とお茶目です。あとはクエスト中暇な時は肉を焼き始めるんだけど、うまく焼けると完璧だと自画自賛する。なんとも嬉しそうな様子が見られるよ。本業はお肉屋さんですか？続いては、実は甘党。アルロー教官。かなり大雑把な教官です。アルロー教官は王国騎士の育成を担う皆の父親のような存在なんだ。パパ。帝徳ガレアスさんとは同郷の幼馴染で親友なんだ。盟友クエストの掛け合いを聞いてみると。おう、ガレアス。俺の足を引っ張んじゃねえぞ。アルローよ。その言葉そのままお前に返すぞという感じで戯れてる様子が聞けるんだ。二人で飲みに行ったりするのでしょうか。そんな男らしいアルロー教官だけど、実はウサ団子には目がないらしく、クエスト前に食べるのを楽しみにしているとか。ギャップ萌えですね。ただ甘党とは認めたくないみたいで必死に隠そうとしているけどね。教官の威厳を保つためですから。まあ教官とつく通り王国騎士を育成する立場だけあって、王国騎士の J に稽古をつけている時にはシャドーボクシングで衝撃波を出すほどの実力を見せてくれるんだけども、もはや武器とかいらなさそうです。続いてはアイテムボックスのお隣さん、特命隊の隊長セルバジーナ。出発口に一人佇むあの方ですね。そうそう、彼は選ばれた騎士だけの特命隊に所属している凄腕でもあるんだよ。ただのボッチじゃないんですか。キュリアを美しいと形容したり、寝不足の部下に超強力睡眠薬を振る舞ったりと、変わり者だからみんなから見にくいのかもね。それはありそうですね。その独特さからかあまり話しかけられないらしく、本人も気にしているみたいだよ。悪い人ではないんですけどね。しかしそんな悲しきセルバジーナさんは、実は遠いながら王家の血を引いてるのだとか。ということはちっちゃ姫の親戚？遠い親戚かもしれないし、そうじゃないかもしれないね。王族なのに最前線で戦うなんて、やっぱりただのいい人ですよ。そんなロイヤルな彼のボイスは、有料にて販売中です。宣伝オツです。続いては、ブリッコ歌姫。特命隊の副長ラパーチェ。あざとかわいいラパーチェさん。ラパーチェさんは、船着き場近くの騎士団指揮所にいる、女性ハンターで特命騎士なんだ。さっきのセルバジーナさんと同じですか。その通り、相当な実力を持っているよ。同僚のセルバジーナさんもお墨付きだね。実力派なんですね。でもものすごく調子に乗ってたのか、昔ガレアスさんにクエストタイムアタックを挑み敗北して匿名騎士にスカウトされたらしいよ。バトル漫画の主人公みたいです。結構イケイケな過去を持ってるラパーチェさんだけど、実は元は歌姫でアイドル的な存在だったんだ。なんとなくそんな感じがしますからね。でも歌姫よりもさらに前は悪名高い悪だったらしくて、いざ狩りが始まると凄まじい戦闘狂に豹変するのだとか。キャラの属性盛り込みすぎて草。続いては期待の新人、王国騎士 J。 脳筋の有望なハンターですね。 J 君は最年少で王国騎士になった有望株で、常に体を鍛えている向上心の塊だよ。やはり筋肉は全てを解決する。シリーズ常連の最強クラスのハンター。赤鬼と黒鬼にも将来有望と言われてるからね。
ポテンシャルは相当高いみたいだよ。次期提督候補かもしれませんね。実際ジェイ君はガレアスさんに憧れてて、密かに髪型を似せているんだ。言われてみれば似てますね。騎士になったのもガレアスさんの影響で、親からの反対を押し切って結果を出したんだ。努力家ですね。そんなジェイ君だけど、実は超怖いお姉さんがいるらしいんだ。彼が筋トレを欠かさないのも、姉に対抗するためとも言われてるよ。どれだけ恐ろしいんですか。それで超怖い姉が、同僚のルーチカさんに似ているらしくて、名優クエでは話すときに怖がっているジェイ君を見られるね。公式ツイッターにも、こんなイラストが上がってたよ。ルーチカさん、めちゃくちゃ怖い目してますよ。続いては、二重人格？王国騎士ルーチカ。冷静沈着なお姉さんです。ルーチカさんは王国騎士の一人で、モンスターや歴史の知識が豊富な勉強家だね。ちなみに、具体的な所属としては、王国砲術隊らしいよ。意外にも攻撃的な部隊でした。クールな印象とは裏腹に、意外と主人公に話しかけてくれるし、カムラの里の文化に興味があるみたいだね。勉強の一環ですかね。ちなみに白服族の巣について、胸がキュンキュンとときめくような、可愛らしい反応を見せてくれるはず、と教えてくれたりもするよ。服族の可愛さにも詳しいルーチカさん。そんな真面目そうなルーチカさんには、もう一つ知られざる一面があって、それは名優クエストで見れるんだ。一体何が？仮になると超ハイテンションで、モンスターに向かっていき、楽しい狩猟の始まりよと、敵が動かなくなるまで銃弾を叩き込むんだ。ひえー。あとはモンスが寝たら、有無を言わさず爆弾を置いたり、かなりの過激派ハンターだよ。容赦が全くないです。人は見た目で判断しちゃいけないの典型だね。ただ、そんなエスチックな部分が、逆にたまらない紳士たちも多いとか。各有私もその一人です。続いては、唯一の常識人、王国騎士エルツ。ちょっと影が薄いですね。エルツさんはエルガドでは少ない。比較的年配のおじ、お兄さんなんだ。配慮しましたね。後輩のJ.R. ルーチカやちっちゃ姫を響きにかける苦労人で、指令に応えつつ後輩を育成するというハードワークなポジションだよ。ハンターの世界も楽じゃないですね。中間管理職ならではの板挟みにあって大変苦労されてるみたいだけど、エルツさんはそんな現状を頑張りながらも楽しんでいるみたいだね。いつか苦労が報われるといいですね。続いては、目指せ主人公？駆け出しハンター海原。ランポス装備のあの人ですね。そうそう、最初は主人公に、自分の方がここでは先輩だとマウントを取ってくる人だね。一番嫌なやつです。だけど、主人公の活躍を見て背伸びをやめて、堅実に実力をつけるために頑張っているよ。己の弱さを認められるなら、強くなれます。そんな海原さんは、フィオレイネさんに憧れを持っているんだ。だから、フィオレイネさんと同行する主人公に、自分も一緒に行けるか尋ねてくるんだよ。これはラブロマンスの予感。なお、家族もハンター一族で、なんともっともしいママともなると、固有も相手にしたとか。それは強すぎませんか？そんな剛腕一家の海原さんでした。ママを超えてほしいです。続いては、丸かじりクスシ。クスシのたどり。フィオレイネさんの恩人ですね。かつて王国を疫病から救ったクスシで、ストーリー中でも活躍したね。レジェンドじゃないですか。しかも実は、カムラの里のカゲロウさん同様。大いなる災いが起きる前の国では、凄腕のハンターだったんだ。そして勉強が好きなたどりさんはクスシに、武術に長けたカゲロウさんは、とある偉い人に仕えてたとか。これは熱い展開です。今は、二人ともバラバラに行動してるけど、手紙でのやり取りはしてるみたいだね。仲良しですね。なお、フィールドワークが多いたどりさんは、食に全くこだわりがないみたいで、生でキノコや草を食べて暮らしているんだとか。サバイバル特化型ですか。クスシだから、さすがに毒キノコとかは食べはしないと思うけど、相当な変人だよね。やはり天才と変人は紙一重。続いては、ストーリーの MVP、研究員バハリ。何でも知ってる博士枠です。バハリさんは頭脳明晰な友人族で、作中の問題は大体彼が解決の糸口を見つけてくれるんだ。バハリさんがいなかったら、エルガドは終わりでしたね。でもそういうキャラにありがちな、超変人な性格でもあって、フィオレイネさんとは軽い口喧嘩もするけど、本人たちは仲悪いわけじゃないらしいよ。お互い認め合ってるんですかね。そんなバハリさんの裏話だけど、なんと作中では驚異の術鉄を披露しているんだ。ちなみにギネス記録は11日らしい。世界記録に届く勢いですよ。本人曰く主人公の活躍に力をもらったからみたいだけど、超人という他ない芸当だよ。レッドブル100本くらい行ってるんですか。とまあ変な人っぽいけど、実は健康を大事にする真面目な面があって、さっき言ったたどりさんの食生活が野生児すぎるのを見かねて、お弁当を作る家庭的な一面もあるんだ。変人キャラなのに変なところが常識的なのが面白いです。続いてはクールビューティー、孤高のハンターハロー。
確かにいつも一人です。一見地味だけど、バハリさんの研究所のテラスにいる明けの装備の女性ハンターだね。太ももがナイスです。彼女は拠点が大慌てでも常に冷静に物事を見れる貴重な人材だよ。一人はそういう人が欲しいです。その実力はやはりすごいみたいで、あの匿名騎士にも誘われたんだとか。そうだったんですね。でも断っていて、理由は言わなくてもわかるでしょ、とのことだね。いやよくわかんないです。多分セルバジーナさんに絡まれるのが面倒なんだと思います。セルバジーさんはどこまでも残念なキャラですね。続いては、調査隊のリーダー。調査隊員のカルモ。ボーイルさんに似てますね。調査隊のまとめ役になるほどだから優秀な人物みたいだけど、本人は今のポジションはいまいちに思ってるらしいんだ。出世よりも休みが大事なんでしょうか。いや、王国に妻と子を残してるから、そういうことではないみたいだね。いわく、この仕事は面倒で、気ままに仕事ができる現場に戻りたいとかなんとか。バハリさんを見てたらそうなりますよね。そんなカルゴさんの最大の悩みは、王都に残した娘がそっけないことだとか。思春期なんですよ。ということで、悩める父のカルゴさんでした。頑張れお父さん。続いては、ライバルはフィオレーネ。調査隊員のクラン。フィオレーネさんがライバルとは大きく出ましたね。彼女は勝ち気な女性調査隊員で、自分で自分を優秀だと言い張っている自信家だね。自信があるのは悪いことじゃないです。なぜかフィオレーネさんをライバル視しているけど、正直何のライバルなのか不明だよ。職種も違いますもんね。とはいえ、彼女も王域参考を研究して、王国やみんなのためになるように研究者として日々頑張っているのは確かだね。実は素直ないい人だったり。続いては、新人調査隊員。調査隊員のガトリン。ゴビガスっていう人でしたっけ？そうそう。褐色肌にボーイッシュな髪型が特徴的なキャラだね。仕事をしてるように見えて、ウサ団子ランキングを作ったり、熱心に仕事をしてる、演技をしてるだけだったりと、なかなかにフリーダムなんだ。集中できれば実力を発揮しそうですね。あと、エルガド中に張り巡らされた、アイルーしか乗れない拠点のトロッコに、こっそり乗ったこともあるらしく、いわくスリルが病みつきになるとか。ちょっと興味あります。でも、全く仕事していないわけじゃないんだ。人懐っこい性格から、拠点各員の意見を取りまとめて、拠点修繕に貢献してるんだよ。コミュ力高めの陽キャでしたか。機械方面でも才能を見せていて、先ほどのアイルーのトロッコ回収や、要件部開発もこなすんだ。コミュ力だけじゃないんですね。続いては、クロウネコ？調査隊員のスー。調査隊のアイルーさんですね。さっきのガトリンさんの指導係担当の先輩猫さんだけど、ガトリンさんのあまりのフリーダムさに日々振り回されているんだ。まあ、彼女を抑えるのは不可能ですね。引き受けてしまった仕事は頑張らなきゃ、と意気込んではいるんだけど、果たしてガトリンさんが一人前になる日はいつになるやら。彼女は自由にさせるのが一番かも。ということで、陽キャなガトリンさんに振り回されがちなスーさんでした。指導係は大変です。続いては、エルガドのお団子屋さん。茶屋のあずき。美味しい団子ありがとうございます。あずきさんはカムラの里出身で、カムラのお団子担当、お手前さんやよもぎさんとも知り合いなんだ。うさ団子を世に広めるために各地を転々としているんだよ。さすらいのお団子屋さん。エルガドの全ハンターを支える縁の下の力持ちだね。お世話になりっぱなしです。なお、そんなあずきさんがどこかに行ってしまわないかと。ルームサービスの猫タンはいつもヒヤヒヤしてるそう。甘酸っぱいエピソードが。ルームサービスの未来のお嫁さんになるのか、続報に期待だね。アプデでなんとかしてください。ちなみにあずきさん曰く、ちっちゃ姫を見ると、よもぎさんを思い出すんだとか。なんだか伏線チックな情報です。続いては、エルガドの最長老。歴史学者のパサパと。お団子食べてるおじいちゃんですね。いかにも物知りなこのおじいちゃんは、高齢の友人族で、大昔にメルゼナさんが現れた時も、研究をしていたみたいなんだ。それは心強いです。ただそのせいで、エルガドとかいう、危険な僻地に配属されたんだけどね。普通に心配です。さらに幼い頃の普賢さんのことも知っているみたいで、元気にしているか気にかけているね。めちゃくちゃ長生き。そんなパサパトさんは、たまに写し教官に肩車をしてもらって、景色を眺めているね。なんと微笑ましい光景。ちなみに肩車してもらってる時は、パサパトさんが服属を手なずけるから、教官が襲われることはないようだね。もうずっと一緒にいてください。なお、王域参考のアイコンなどは、五国さんじゃなくて、パサパトさんが書いてるって設定だよ。デザインにすぎー。ということで、エルガドの生き字引き、パサパトさんでした。長生きしてほしいです。続いては、シリーズ恒例。流れのハンター、赤鬼と黒鬼。お団子食べてる二人組ですね。彼らは初代から登場している作品常連のハンターなんだ。二人合わせて、ヘルブラザーズと呼ばれてるね。
意外と古いんですね。拠点では団子ばかり食べてるけど、本気を出すとなんと強力な固有たちを単独で撃破できるほどの、とんでもない腕前のハンターなんだ。じゃあもっと頑張ってほしかったです。口だけってのもお約束ですから。でも、メイイサムクエストもあるし、もしかしたら一緒にクエストができるかも。いよいよその実力がベールを脱ぐ？本気出したらエルガドの異変も、この二人でなんとかなりそうな強さだしね。初めから主人公いらなかった説？続いては、サンブレイクの看板娘。受付嬢のちっちゃ姫。親の顔より見た目が根っこ。実際やり込んでるハンターさんは、親の顔より見てるかもね。確かちっちゃ姫はお姫様でしたよね。それは公式 PV で明かされてたね。王族ながら周囲の反対を押し切り、受付嬢の資格を取った頑張り屋さんなんだ。一生懸命な感じが伝わってきますね。なお、母親にエルガドに行きたいとお願いした時にはすでに、受付嬢の資格を取ってた、したたかさもあるよ。いろんな意味で賢いですね。そんなちっちゃ姫は、受付嬢の資格を取る時の猛勉強からか、読書好きになったらしいんだ。彼女の背後に見える本は全部読破済みで、読書のしすぎで視力が落ちたんだとか。だからメガネっ子なのですか。それとショートカットが印象的なちっちゃ姫は、元は綺麗な長い髪をしていたんだ。髪もバサッといったんですね。今はすっかりイメチェンしてるけど、イメチェン前の姿はイラストで見れたよ。ロングバージョンの方が人気が出そうです。続いては、実は最強？雑貨屋のおぼろ。おぼろさんもいつもお世話になってます。みんなおなじみ雑貨屋のお兄さんだね。薬師のたどりさんの弟子で、薬師になるため勉強と資金稼ぎに精を出しているとか、クールに見えて熱い夢を持っていましたか。そんなおぼろさんは実は超凄腕のハンターでもあるんだ。同じ雑貨屋のカゲロウさんから商売と剣術を習ったみたいだよ。カゲロウさんも実は凄腕なんだけど、それに迫る腕前らしい。イケメンなのにハイスペックすぎます。その実力を活かしてちっちゃ姫の護衛という秘密の任務を引き受けているんだ。雑貨屋はカモフラージュですか。よく見るとおぼろさんの位置は常にちっちゃ姫を見張れる位置だからね。言われてみると確かに。ちっちゃ姫に危機が迫ると、華麗に助けに入るのかも？ちょっと見てみたいです。さっき言ったように、護衛のために雑貨屋をやっているらしいけど、薬師になる夢は本当なのかも気になるね。確かに謎の多い人物ですね。続いては、ちっちゃ姫ラブ。さすらいのアイルースピー。たまに話しかけていますよね。スピーはアロイ装備のアイルーで、拠点の底かしこを移動しているよ。さすらいとあるだけに、いろんな場所を旅しては、多くのハンターを見たり助けたりしてるみたいで。主人公を見て即座に、強者と見抜く眼力があるんだ。できるアイルーさんです。そんなスピーさんはさっきも言った通り、ちっちゃ姫が大好きで、よく一緒に遊んでもらったりしてるね。微笑ましいです。あまりに好きすぎて、花束を渡してることもあって、ガチ恋勢なんじゃないかと話題になってるよ。私が許しません。さらにおぼろさんの商品にも、興味があるみたいで、触ろうとしたり、本を読んでもらったりする姿も見られるね。興味がつきませんね。ということで目に入るものみんな気になるアイルーのスピーさんでした。好奇心があるのは良いことです。続いては有能鍛冶屋さん。加工屋のミネイレ。いつも大変お世話になっております。王国お抱えの鍛冶屋であるミネイレさんは実は王国出身じゃなくて旅の途中で王国に雇われたんだ。出身は謎なんですかね。法の加工屋の娘にそっくりだからもしかして成長をと思ったんだけど、どうやら加工屋の娘の作業服を参考にして作業着を作っただけらしいよ。ということは面識があるんですね。各地を転々としてたみたいだし、ミネイレさんは顔が広いのかもしれないね。やっぱり相当できる人です。ミネイレさんの隣にいるお供部具を作るビス曰く、自分の仕事を完璧にこなしながらお供用の端材を最高の形で残してくれる。ということで腕前はピカイチだね。仕事も気配りもできるって最強すぎます。続いては技術屋アイルー。お供加工屋のビス。ミネイレさんの隣で頑張る猫ちゃんですね。手前の話しかけられるのが当然ビスさんだけど、実は奥に相棒のコッタさんがいるよ。そんな名前だったんですか。ビスはおしゃべり、コッタは無口でデコボココンビとも言えるんだけど、お互い苦手をカバーできる良いコンビらしくテキパキ仕事をこなしているんだ。あうんの呼吸ですね。あとビスさんがカムラの里の防具を作れるのはミネイレさんに教わったかららしいよ。ミネイレさん様様です。ビスさん曰く、お供防具にも土地によって流行りがあるらしいんだ。オートとエルガドでも思考が違うみたいだね。お供防具にもオシャレとか有効があるんですかね。だからエルガドと里のデザインを混ぜた最先端のデザインの発信を目指してるんだとか。これは応援したいですね。ということでエルガドのオシャレ担当のビスさんでした。そのうちアパレル立ち上げたりして。続いてはキュリアは可愛い屈強なハンタークラン。どなたでしたっけ。
パンの屋台の前にいるレイヤー装備をまとった女性だね。城西コーチと密林の分の大掛け虫をくれることでも知られるよ。あの人ですか。フランさんは屈強なと名前の前にあるくらいだから、大域参考の登場にワクワクしたりとなかなかに好戦的な性格なんだ。防災や人かな。そんな彼女にはキャリアが可愛く見えてきたと、独特の感性があるとわかるセリフがあるんだ。遠くから見たら綺麗ですけど、可愛いとは思わないですよね。これっておかしいのかと聞かれるけど、なんとも言えない感じだよね。飛んでるヒルですもんね。しかもモンスたちを凶暴化させる、とんでもなく危険なやつ。逆に強敵と戦えるから嬉しいのかもね。ってことで戦闘民族のフランさんでした。盟友クエストに同行願いたいです。続いては元エリート船乗りのピーガル。船乗りさん多いですよね。この人は荷物の管理をしてる男性で、いつも鼻歌混じりに仕事しているね。楽しく仕事するのが一番です。たとえ拠点が慌ただしくなっても、自分には関係ないから帰って気楽と言ってのけるほどの楽天家だよ。そういう気持ちも大事かも。そんな彼の仕事のコツは、予定を上に報告するときは長めに言っておくことだとか。もうサボる気満々じゃないですか。ちょっと心配な彼だけど、実は元エリートだったみたいで。オートで出世街道を進んでたのに、あえて船乗りになったみたいなんだ。やはり出世は疲れるんでしょうか。本人もずっと現場にいたいみたいだね。ちなみに彼に話しかけると整理してる荷物をもらえるんだけど、20回受け取るとなんと勲章になるんだ。ええ、しかも他の作品と繋がっていたり、面白いコレクション要素もあるから、ぜひ受け取っておこうね。急いで受け取ります。続いては鋭い一言、船乗りのタンコ。面白い名前ですね。タンコさんはピンガルさんの同僚で、楽天家な性格の彼とは馬が合わないと思いつつ、彼の鼻歌が映ってしまう面白い様子も見れるんだ。真面目な人ですよ。でもタンコさんは突然、私の仕事っていつも同じ船に同じことをしているようにしか見えないかもしれませんね、とちょっとぐさりとくる一言を投げかけてくるんだ。もしかしてプレイヤーが見えてたり。そうとしか思えないメタな発言が印象的なタンコさんでした。というか普通に病んでるんじゃないか心配です。続いては船酔い船乗り。船乗りのルッソ。船酔いって致命的ですね。桟橋でいつも気分悪そうにしている男性だね。それはもう船を見ただけで酔うレベルで、バハリさんに対策をお願いしているんだとか。バハリさん責任重大です。でも船酔い体質な割に船乗りとしての腕前はピカイチらしいんだ。いろいろ噛み合ってませんね。不遇なルッソさんもストーリークリア後にたどりさんの処方で船酔いを完全克服していて、バリバリにテンションも高くなってるよ。これからの活躍に期待がかかるね。たどりさんが有能すぎる。ということで将来有望なルッソさんでした。船酔い克服できてよかったです。続いてはサボリマアイルー。船乗りのルアン。真面目なアイルーが多い中、珍しいですね。ルアンさんは桟橋で釣りをしているアイルーで、調査隊員のスーさんと同じ整備担当なんだ。めっちゃサボってて草。仕事をサボって釣りをしている割にはその実力はいまいちみたいで、大型モンスを釣ったとか話を盛ることもあるよ。なんてアイルーなんだ。エルガドの人たちは働き詰めだから、こんなキャラがいてもいいのかも。一理ありますね。ってことでサボリマナルアンさんでした。怒られない程度に仕事もしましょう。続いては魚屋アイルー。船乗りのジレッタ。あのお魚屋猫ちゃんですか。もともとはギルドの交易係を務めていたみたいだね。そんなジレッタさんはリの名物ウサ団子に対抗してエルガドに名物を作るべく奮闘してて、大穴シチューパンなるものを開発しているんだ。ガイアデルムさんの巣みたいな感じですかね。そうだね。いわゆるシチューポットパンなんだけど、まだまだパンの底からシチューが流れ出てしまうみたいで、商品化までの道のりは遠いみたいだけどね。絶対美味しいですけどね。そんなわけで新たな名物を生み出しそうなお料理猫さんでした。もしかして次回作で登場するかも。続いてはバリスタ整備はお手の物。船乗りのフルル。フルフル？残念ながら符が一つ足りないね。フルルさんはジューススタンドで店番をしてる青年だよ。いつもは店番をしているんだけど、本業は整備士なんだ。ええ？どうして店員を？エルガドでは店員が店番もするんだけど、フルルさんはなんかハマってしまったみたいで、ついでにいろんな店の店員をしてるらしいよ。転職ですね。なお、本業をしてる様子は本編では見ることができない模様。副業が本業ですね。でも、ガイアデルムさんと戦う時に乱暴に落ちてくるあのバリスタは、彼が整備したものらしいね。影の MVP です。ということでエルガドを支える凄腕整備士兼船乗りのフルルさんでした。船に乗ってるところも見たいです。続いては、夢は海賊王？船乗りのタルタル。フルフル？残念ながら不型になってるね。タルタルさんは船を掃除しているアイルーだよ。
船を掃除しながらも、いつか自分の船を手に入れて、大海原にニャーするのが夢らしいね。ニャーとは？ニャーはニャーだよ。なるほど、わかりました。ちなみに、さっきのフルルさんとは仲良しらしくて、タルタルさんは掃除以外に整備もできるのに、わざとフルルさんに仕事を残してるらしいんだ。隠れハイスペックアイルーさんでしたか。ということで同僚への気配りもできる未来の海賊王、タルタルさんでした。みんなも大海原にニャーしましょう。続いては、腰痛に負けるな。船乗りのフィーノ。腰痛は辛いです。フィーノさんは船の横で積み荷のチェックをしてるキャラで、エルガドの若者たちを心配して、海にはいないエスピナス捕獲依頼を出すなど、気配りのできるいい人なんだ。優しい人です。しかもできるハンターは、船から降りる仕草でわかるみたいで、主人公に太鼓判を押してくれたりもしたよ。体感とかからわかるんですかね。さらにエルガドが将来は交易拠点に変わるのでは？と予想してて、平和になってからは本当にそうなってるあたり、先見の明があるのかも。有能すぎますよ。見る限り人望もありそうだから、なんだか会社経営とか向いてそうだよね。株式会社エルガドが誕生するかも。続いては、移動用アイルー。船乗りのコロン。カムラの里に返してくれるアイルーさんですね。そう、コロンさんに話しかけると、エルガドとカムラの里を行き来できるよ。大事な役目です。まあ、彼に話しかけることなく、ショートカットの拠点移動機能で行き来するハンターが大半だろうけど、システムの弊害です。しかも彼とは世間話できないから、どんなキャラなのかあまりわからないんだ。キャラ濃いめの今作の中では、ありえないほど影薄な NPC だよね。せめて世間話の追加希望です。続いては、主人公との会話回数トップ出張お供広場窓口の波。もうちょっとちっちゃ姫のそばへ。お供関連の仕事をすべて引き受ける波は、もともとお供アイルー志望だったみたいだけど、狩りが苦手で断念した過去があるんだ。挫折の経験があるんですね。でも事務作業ができる猫さんらしくて、お供窓口としてエルガドに派遣されたよ。その有能さは言うまでもないですね。頭が上がりません。そんなカムラの里から出張してくれてる。ナギさんの横には護衛ガルクの、ハヤテとライデンがいるんだ。そんな名前だったんですね。実はこの2匹のガルクには、話しかけることができるよ。知らなかったです。コントローラーのボタン操作で、話しかける対象を選べるんだ。サンブレイクでは拠点にいるキャラ全員に、話しかけると勲章がもらえるんだけど、意外とこの2匹が最後まで残ることがあるからね。ちょっと後でやっておきます。続いては、声を置き合える？ルームサービス。お部屋の管理ありがとうございます。主人公の部屋にいて、お供関係のお世話や交易を担当する猫さんだね。実は、カムラの里のルームサービスさんとは別のアイルーなんだ。そうだったんですね。この仕事をしてるだけあって、なんなりと思うしつけくださいにゃとは言うけど、料理だけは苦手らしいんだよね。あの人を思い出します。後に料理の腕を磨くために、茶屋のあずきさんに弟子入りして、料理も得意になったみたいだね。お団子か焼肉しか覚えてなかったりして。しかもその時に何かあったのか、あずきさんのことが気になるみたいで、主人公に聞かれた時には、慌てて否定していたよ。ラブロマンスの予感。ということで我が家を守ってくれる、ルームサービスさんでした。いつもありがとうございます。続いては、名前はないのか？郵便屋さん。DLC とかでお世話になってます。郵便屋さんは赤いキャスケットのアイルーで、実はトライ G から登場している子さんだね。知らなかったです。でもダブルクロス以来の再登場で、ライズでは千里さんに役目を譲っていたんだ。ということはお仕事引き継ぎですね。そうだね。ライズの郵便屋さんは千里という名前だったから、この郵便屋さんもついに本名発覚か？と噂されたけど、結局呼び名は郵便屋さんのままだったね。本名が郵便屋さんなのかも。そんな郵便屋さんは、エルガドのモンスターと友達になりたいという野望？を持っているらしいよ。まさかの郵便関係ない野望。エルガドの定位置では郵便物のほか、足元に大量の果物が置いてあるんだ。モンスターへの餌付けようですか？もしかするとそうかもね。いつかモンスをペットにできる機能が追加されたりして。続いては、海を渡ってアニャク。情報屋の不可思議。まさか、エルガドの掛け軸の裏にもいるんですか？そうなんだ。主人公の部屋となってる線の掛け軸をめくってみるとそこには、専用スペースが、優雅になったもんだよね。実は今までの小ネタの一部は彼が教えてくれるんだよ。一体何者なんでしょう。そんな不可思議さんは貼り付けになってたカムラの里と違って、椅子も用意されて紅茶をたしなむ紳士的な変化を遂げているね。和風から洋風へってことでしょうか。ってことで優雅な生活を送る敏腕スパイの不可思議さんでした。エルガドの習慣文です。いやー、どのキャラも細かく設定があって面白かったです。名優クエストもあるから、掘り下げも今までの作品より深いからね。
他にもこんな小ネタがあるよって人は、ぜひコメント欄で教えてほしいです。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。